イザヤの予言は、高田三郎が作曲した合唱組曲、全編でピアノ伴奏を伴う。第二バチ観光会議を受けて、日本で聖歌の改訂が始まった時、エリザベト音楽大学のゴーゼンス神父の強い使命により、高田がミサで歌われる日本語の曲の作曲を主に引き受けることとなった。高田のこの仕事は、天礼聖歌などに現れるが、日本の人々にも、 この聖書を知ってもらいたいと、切に願うようになっていった、旧約の中のイザヤ書にどうしても、合唱曲に作曲したい箇所を見つけ、1979年2月から1980年3月に、かけて、混性合唱組曲として書かれたのが、イザヤの予言である。後に、女性合唱にも編曲された。男性合唱版は合唱指揮者、塚圭一による、編曲のものがある。 高田は、この後、聖書をテキストとした、合唱曲の作曲に続けて取り組み、いわゆる、聖書三部作、ヨハネによる福音の第一作にあたる。イザヤ書きは、イザヤカズトの著ではなく複数の著者によるのもと、されているが、本曲では、第一から三楽章は、第二イザヤ、第四楽章は、第三イザヤからテキストが取られている。書演は、全曲ではなく、 各学賞ごとに行われた。まず第3学賞が1979年2月に、森岡コメット根性合唱団、豊中根性合唱団、沼津合唱団、大久保根性合唱団の4団体の合同演奏により高田の式で初演され、続いて第1、二学賞が1979年12月に、文京大学合唱団コでの演奏により、隆の式で、 第四楽章は1980年3月にクール、プリエールの演奏により、栗山文明の指揮で初演された。全四楽章である。混成版、女性版は、音楽の友者から、男性版は、東海メールクワイヤーから出版されている。ありがとうございます。